ついてるね、ついてるよ、ついてるともみん。新しいバージョンですね。ついてるともみんでございますよ。皆さん、お元気ですか？はぁ、だいぶ帰ってまいりました。ついてるともみんさんでございます。実家からね、帰ってまいりましたよ。また幻想的な雲が出てますね。なんか最近、ここのとこすごいですね。何日か。もう連チャンで龍神様もいっぱい見れて幸せな限りでございますよ。私はよいしょ、これでお家帰って洗濯してって感じですかね。うん、まだ時間あるから、あ、いいじゃないですか。スーパードライ銀色のやつも見ながらちょっと洗濯しようかな。はい、それがねいいじゃないですか。それもね、僕のあの楽しみの幸せの一つなんで。止まれは止まれ、止まれは止まれよ。よーし、もうちょっとで着くぜ、着くぜ、着くぜって結構これいい下道でしょ。下道というか裏道でしょ。信号も少なく、うん、よいしょよいしょ。そう、何をね話すんでしょうかね、私はと思うでしょ。いやさ、ここのとこほんと毎日結局は幸せの成功法則の話になっていくなと思って、無理くりそっちにしてるというか、結果ねそこなんですよ。絶対にそう、豊かな暮らし生活だったりとかも全部幸せでしょ、そこに繋がるでしょ。そう、それをするにはさ、まず何するのって言ったら自分探しから始まる感じじゃない。そうだから、ほら愚痴言ったり文句言ったりさ、嘆いてたりとかさ、どうせ俺なんかとか私なんかとかさ言ってる人もったいないですよ。いつから、いつからというかね、思い立ったら吉日なんで、年とかね若いとかはね一緒だね、意味がね、それ男女関係なくね、年も関係なくね、思い立ったらその時からなんか始めればいいんですよ。ちっちゃいことでもいいんで、うん、そうするとね、一歩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 進んでいくとね、気がつくと幸せになっているんですよ。そう、その幸せに今度気づかないとね、こんなにやってんのになんでだよってなってしまうんですよ。言霊とかアファメーションもそうね。最初はさ、本当に何、こう本当にこれで大丈夫なのみたいな感じじゃない。だって聞いたことがないようなさ、雨の皆さんもお助けいただきましてありがとうございますって何なのってどっから始まるでしょ、大体。おーっとっとっと、危ないですね。そこから始まって、でそういうさ成功体験談みたいなのをさ調べていってさ、そういうの調べね、あの上げてる人のところ行って聞いたりとかしてさ、ああそうなんだそうなんだっつって、じゃあ数をこなせばいいんだって、数やっててもさ何にも変わりないじゃんって思ってる方、変わりなくないんですよ。一回でも言ったら変わりますからね。やってれば分かりますが、本当に数なんですよこれ。いやーもうこれできねえって思っても、そのできねえって思った自分が出てきたらもうそれ正解ですよ。もうちょっとですよ。そう、あと一歩って感じ。うん、もうね金の鉱脈はねすぐそこまで来てますよ。カンってやったらザーって来ますよ金が。ハハーつって、それが僕が一番最後に言ってる、この動画をご覧くださいました皆様にって言ってるじゃないですか、あれ。うん、全ての良きことが誰でもどこ起きますって、まさにそれでしょ。ね、今金に例えたけどさ、その人にとって、あなたにとっていいことってさ人それぞれ違うでしょ。十人十色って言うんだから、そう、それまずそこ、自分は何をしてる時が一番楽しいか、何をしてる時が一番幸せか、そう、何をしてる時が一番元気なのかっていうのを考えると答え出るじゃないですか。そう、例えば
まあ、自分の例で例えるしかないんで、自分の例で例えちゃうと、サーフィンやってる時とかね、冬は寒いから行かないって言ってるけどさ、あと、こう、これ、この車ね、これ、これ乗ってる時とかね、お弁当様乗ってる時とかさ、うん。あとは何？こう、一週間仕事終わって、こう、ちっちゃい缶ビールでもさ、まあ3号缶でも500でもいいんだけど、ガッて飲んだ時のあの、はぁーっていう感じとかさ、すごい幸せを感じるのよね、僕は。うん、そう、だから自分が好きなことは皆さん分かってるでしょ？それをね、やってあげればいいんですよ。うん、自分に。そしたら自分がどう思うかったら嬉しいでしょ？喜ぶじゃん？そう。自分を喜ばせてあげることをいっぱいするの。うん。で、ね、なんかほら、イライラしちゃったりとか怒っちゃったりとかしてもさ、いいんだよ、それで。だって人間だもん。うん。そしたらさ、怒っちゃったじゃん、私ダメじゃんってなるんじゃなくてね、いいんだよって。自分をね、許してあげんの。いいんだよ、いいんだよって。大丈夫、大丈夫って。そう、それが、もっと自分を許しますってこと。許すって緩むってこと、緩めるってことだからね。そう、ぐるぐるで縄で縛っちゃって自分の手が何も出ない状況になってる、その縄をちょっと緩めてあげようよってことよ。そう、そしたら楽になるでしょ。ほって、ギューって締められてんのさ、ちょっとでも緩んできたら、あ、少し楽になったって思うじゃない。もうその繰り返しで楽になって楽になっていけばほのけるから緩まるじゃない。そしたらさ、楽でしょ。うん、何でもできるでしょ。だって自由なんだから。でしょ？そうなっていくんですよ。うん。あ、工事も終わってんじゃない？これひょっとしたら。お、やったラッキー。終わってないかと思ってたから、向こう回んなきゃなと思ってたら、回れたね。ラッキーだね。ありがたいね。ついてるついてる、それこそ。ついてるついてるだね。うん。ね、いい道でしょ？家までほぼほぼ信号がないっていう。ははは。2個3個です。違うね、3個しかないんですよ、いいでしょ、のどかでしょ、この辺も、うん、この辺街灯あったかな、街灯はあるんだけどね、最近 LED に変わったんだよね、この辺。そう、これが見えてくるとうちがもうちょっとなんですけどね、ここ売り地になってるね、いいとこだね。ここだったら結構でかい家建つね。この辺いいでしょ、なんかほら牧場みたいで。すごいよねこの辺。これ道路こんだけ広いけど一気に狭くなるからね、びっくりするよ、っつって。そうそう、だから自分を許してあげようよって。うん、なんか毎日一緒のこと言ってるな、結局はな。そうだよな。そうすると何が起こるかっていうと、自分を許してあげると自分は幸せになるでしょ。自分が幸せになると自分が嬉しいし楽しいし喜ぶかな。自分で自分に感謝するようになってってやってると、自分の中の心が満たされてきて、どん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 溢れてきて、それがわーっつって、これひょっとしたら俺とかね、私とか他の人にも優しくできるかもしれないなんて思って、許してあげることができるかもしれないなんつってね、緩めてあげたりとかして、うん、誰か悩んでたらさ、あーそうなんだ分かるよなんつってね言ってあげたら、あの分かるよって、悩んでることが分かるよってわけじゃないですよ、その人が悩んでることって何か分かんないからね。そう、あなたがねそうなってるの分かるよっていう、そこだってさって、あなたはさって私にさって嘘つかないでしょって、だから私はあなたを信じてるから、あなたの言ってることは信じてるよって意味の分かるよってことね。そうになったら、それ言われた人はありがたいよ、うん、あこの人いい人だって思うよ、ね、思われたらもう最高じゃないですか。でその人がさ、いや親身になって聞いてくれてありがとうっつったら、いやありがとうって言ってくれてありがとうなんつったら、もっといい人だよ。そしたらね、みんなどん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 いいことが寄ってくるでしょって。そう、僕はそういうことを毎日言っているんで、ごわ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 すごわごわすごわすよって言うようになりましたよ、本当に。はい、これでついてるトマミンさん、お家に着きましたね。よいしょ、ほらちょっと、そう
イガついところに電柱立ってるでしょ。けどそこの向こうは崖じゃないけど1メーター2メーター近くの段差になってるんですよ。もうこういうところに私住んでるんですよ。鈴木がいい感じでしょ。よしよし、おらおらい、おらおらい。そう、そんな感じのね、ついてるともみーさんです。だから自分を許していってあげようよって、もうこのテーマ、幸せになる幸せの成功法則、もうこれ俺テーマ決めた。自分に優しくしようキャンペーンだね、これね。チャレンジだね。言霊チャレンジと一緒、言霊を毎日言ってるのと一緒、うん、これやっていけば幸せな億万長者になれるんじゃないかということですよ。僕の夢はそこなんで、超セレブになってっていうところを前話したけど、またこれ話してもいいかね、うん。じゃあまた次の動画はそんな話もしてみましょうかね。夢の話また行きますかね。はい、そんな感じでついてるともみんさん、シャゴエもうちょっとで完了です。よし、オーライ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 、よいしょよいしょよいしょ。あれ何ですか、あの花、水仙ですか、何ですか。僕ちょっとあれなんでわかんないですけど、よし、着いた。お弁様ありがとうございました。いいドライブ楽しめました。はい、そんな感じのついてるともみんさんでございましたよ。またね、動画アップしていきますんでよろしくお願いします。それではエンディングです。いいことあるぞー、おついてるともみん、ヘイヘイホーも忘れずに。はい、あと所さんとのコラボすごいですね。もうやりたいですね。あー、いいな。うん、はい、この動画をご覧くださいました皆様に、すべての良きことが雪崩のごとく起きます。もういっぱいたくさん雪崩のごとく起きますからね皆さん。はい、そんな感じでよろしくお願いしますよ。チャンネル登録もね、まだの方いらっしゃいましたらポチッとなっとチャンネル登録をしていただけたら幸いでございます。それするとついてるともみん大学に入学したことになりますんで、それは何かと尋ねたらついてることがたくさん起きるんです。本当ですよ。だって現にあの龍神様動画あれ好評ですよ。自分で言ってら世話ないですよって言って、はい、そんなんばいでした。じゃあね、また動画でお会いしましょう。バイバイキーン、ウィンウィン、いいことあるよー。